浪川大輔、アニメ配給の及川徹役やハリウッド俳優のイライジャウッドやレオナルド・ディカプリオの日本語吹き替えを担当されている浪川さん、声優事務所ステイラックの代表取締役としても活躍されています。浪川さんは小学校2年生の頃から劇団コマドリに所属し芸能活動を始められました。浪川さんが11歳の時に海外映画の日本語吹き替えを担当すると、その美声は名監督スティーブン・スピルバーグの耳に届きました。監督の耳に届いたのは名作映画 E.T. を発表した時のことでした。スピルバーグ監督は当初、作品の質が下がることを懸念して E.T. の日本語吹き替え版の制作に前向きではありませんでした。しかし当時の浪川さんのクリスタルボイスを耳にすると、この子が主役をやるなら吹き替え版を作ってもいいと日本語吹き替え版の制作の許可が下りました。そうして11歳の浪川さんは主役であるエリオット役をスピルバーグ監督の指名で担当することになりました。その後、あのスピルバーグ監督が惚れ込んだ天才声優として数々の超大作映画の日本語吹き替えを担当することになりました。順調にキャリアを積み重ねていきましたが、中学生に上がった頃から状況が一変します。仕事は順調でしたが、仕事が多くて学校になかなか行けない上、たまに登校したかと思えば同級生に E.T. とからかわれてしまう。思春期の男の子としては頭を悩ませている日々だったのでしょう。そのストレスから激太りしてしまい、その上仕事をサボるようになりました。一緒に仕事をしていた制作スタッフにも横柄な態度を取るようになってしまい、その信頼はどんどん落ちていき、結果声優としての仕事は来なくなってしまいました。とはいえ、浪川さんは完全に芸能活動をやめることはありませんでした。アパレル関係の仕事に就きながら細々と芸能活動を続けていた浪川さん、二足のわらじの生活を続けていましたが、会社の仕事が切り上げられず収録時間に1時間も遅刻してしまうこともあったのだとか。このままでは身が持たないと感じた浪川さんは声優一本で身を立てる決心をしました。しかし失った信頼を回復させることは容易ではなく、迷惑をかけた制作会社などに土下座をして回ったようです。それでもすぐには仕事をもらえることはありませんでした。転機となったのは当時人気を博していた超大作映画ロード・オブ・ザ・リングにて主役のイライジャウッドを演じるフロド・バギンスの日本語吹き替えを担当したことでした。立て続けにスター・ウォーズの主役ヘイデン・クリステンセン演じるアナキン・スカイウォーカーの吹き替えも担当し、徐々に業界へ復帰の足がかりをつかんでいきます。アニメでの露出も増えていき、それと同時にお仕事への真摯な対応が評価され、見事に声優として返り咲くことができました。現在いじられキャラとしてその名を轟かせている浪川さんですが、過去には大きな失敗があったのですね。石川海人、アニメ配給の影山飛雄役やアニメ青春豚野郎は夢見る少女の夢を見ないのあずさ川作田役などでも知られる石川さん、10代の頃より声優として活躍され、現在の若手男性声優界の中でも人気のある声優さんの一人です。自身も男性声優の熱烈なファンであったことを公言されており、中でも杉田智和さんの追っかけをしていたとお話しされていました。そんな石川さんは筋トレにハマっていた時期がありました。きっかけは友人がパーソナルトレーニングジムを開業するにあたり、石川さんにやってみないと声をかけたことからだったようです。すぐにやる気にならなかった石川さんですが、友人から誘われてしぶしぶ続けていくうちに体の変化が目に見えて分かってくるようになりました。それからというもの、ご自身の筋肉を育てていくことにすっかりハマってしまった様子。時には厳しい食事制限も行い、本格的に筋トレを行っていたといいます。そんな矢先、石川さんはあるお仕事を担当することになりました。それは実在する日本酒の酒造メーカーをキャラクター化するミキのみことプロジェクトでした。石川さんは新潟県亀田郷で生まれたお酒コシノカンバイのキャラクターを担当することになりました。コンテンツとして担当しているお酒を飲みながら配信番組を行うこともあったようです。しかし石川さんはご自身が担当されているラジオにて糖質制限中だから日本酒は飲めないんですと発言。
余っていた筋トレと一緒に食事制限をしていること、中でも糖質制限をしていることを公表したのです。それを聞いたリスナーがプロジェクトの運営に連絡をしたことで事態は急展開、石川さんのプロジェクトからの降板が発表されました。確かに日本酒は原材料がお米ということもあり、お酒の中で糖質はやや高め、何もなければ糖質制限中に日本酒を飲まないという発言は問題がないように聞こえます。しかし、ミキのみことプロジェクトに参加している石川さんにとって、日本酒が飲めない発言は重大な契約違反となりました。声優を募集する際の要項にも、日本酒が好きな人という文言もありましたので、石川さんの発言は募集要項に合うとは言い難いかもしれませんね。その後、石川さんが担当するキャラクターは、声優の高橋弘樹さんと交代することとなり、プロジェクトは現在も進行しています。今村のりお。アニメワンピースのエンポリオイワンコフ役をはじめ、様々な舞台に出演していた今村さん。声優界の伝説ともなっている野沢那智さんが主催する劇団にも所属しており、直接指導を受けていた経験もあるのだとか。また同年代でもある三谷裕司さんと一緒に劇団を立ち上げたりと、着実に声優としての実績を積んでいきました。またイワンコフというキャラクターは今村さんがモデルと原作者の小田栄一郎先生が公言するほどキャラクターの強い役者さんでもあります。そんなイワンコフがいよいよテレビアニメにも登場することが決まり、今村さんはオーディションに参加しました。オーディションはもちろん合格。イワンコフ役としてさらに知名度を上げていこうとした矢先のことでした。2010年7月、今村さんが逮捕されたとのニュースが流れました。逮捕容疑は猥褻図画陳列容疑でした。インターネット上に自身の猥褻な画像をアップしたことによる逮捕でした。今村さんは着放された後、略式起訴され、罰金50万円が課せられたといいます。初犯ということや自分で画像を削除したことが考慮されたためか、懲役や執行猶予はつきませんでした。しかし、イワンコフ役は即時降板。声優の岩田光雄さんに交代することになりました。DVD として発売された時には、今村さんの出演部分は全て岩田さんに収録し直したのだといいます。現在、岩村さんは新宿2丁目でバーを経営されている傍ら、舞台出演もされているようです。桜井貴寛。アニメ鬼滅の刃の富岡義勇役や、アニメ呪術廻戦の下藤優役などで知られる桜井さん。2022年秋より、度重なる不倫報道の末、3月31日付で所属していた声優事務所、インテンションの契約を終了することになり、現在はフリーとして活動なさっています。契約終了に関しては、桜井さんの意向であり、事務所側はそれを受け入れた形となっています。初版の影響により、文化放送にて配信されていたラジオ、コムチャットカウントダウンでは、2022年10月末の放送より、白石遥さんをアシスタントからパーソナリティ業務へ移行。様々な声優さんを迎えて放送していましたが、2023年3月25日に、20年半という長い歴史に幕を下ろすことになりました。同時間帯には、2023年4月1日より白石遥さんと安本博樹さんがパーソナリティを務める番組が開始されました。またゴラ原作の新しいアニメ綾香に出演することが決まっていましたが、制作側は降板理由を初版の理由とし、鳥海浩介さんに交代することになりました。他にも劇場版もののけの主人公である薬売りは後継は決まっていないものの、降板が決定した上、作品の公開延期も余儀なくされました。作品を担当したプロデュース会社は、女性たちの苦しみと救済を描こうとしている観点から、キャスト変更する決断をしたと発表。クラウドファンディングをして制作された作品だったので、希望者には返金対応を行うという措置にまで発展しました。また、2023年に、アニメ薬屋の独り言も放送されることとなっていますが、ドラマ CD にて桜井さんが担当された仁志という役は、アニメ化決定の動画では一言も話しませんでした。もしかしたらこちらの交代もあるのかもしれませんね。引き続き担当されているキャラクターも複数あるようですが、交代や降板のニュースは後を絶ちません。
フリーとなった桜井さんの今後の動向も注目されますね。今回は人気絶頂から転落した男性声優4選をご紹介しました。今後も声優に関する動画を上げていきますので、高評価、コメントをよろしくお願いします。